ゴミ拾いというのも、はい、ありがとうございました。表現の一つだと思ってください。ゴミ拾いでも何でもいいんですけれども、いわゆるインターネットでの攻撃であるとか、人数集めたシュプレヒコール上げるとかじゃなくてですね、穏便な方法でですね、なるべく皆さんに活動していただきたいという以上の意味ございません。メディアさんからもなんかゴミに何か意味あるのかとたくさんご質問いただきましたけれども、たまたまゴミ拾いなんかどうよと言ったら集まったというだけの話でございます。これは、はい、今後についてはどのように考えてらっしゃいますか。同じような活動、とりあえず活動を繰り返していこうという話はちょっとしてます。まだちょっと全然計画段階ですけれどもね、また同じような方法論でやっていければ幸せかと思っております。はい、はい、ゴミお願いします。